はい、今日の言葉は会議の三点セットです。えっと会議の三点セットのまず一つ目はあのアジェンダです。で二つ目は資料です。で三つ目が議事録になります。えっとアジェンダまずアジェンダからですが、えっとまあ議事次第とか次第っていう言葉でもあの言われることもあると思います。えっと会議の目的とあの何を 競技するかの内容とあと誰が参加するのかあとまあ会場とか時間とかも入ってることもあると思いますが、まあ、会議のいわゆる進行表にあたるところにの資料ですね。で、えっとまあ、場合によっては、まあ、各議題を何分で協議するのかとかどういう順番で協議するのかとかっていうところも書くことでこういうものをこういう順番で。 話しましょうっていうのが、意思表示のようなものに当たると思いますので、まあ、よあの順番とか工夫しても作ることが多いです。二つ目の資料ですが、せっかく集まって具体的に内容を考えていくのに、まあ、情報が足りないと判断ができないということも起こり得ると思うので、まあ、具体的にその協議を進めていくための検討材料になるものが資料になります。まあ、例えば、授業で協議する相手方の。 パーートナーを検討するみたいな場だったら、まあ、例えばその方だったりその団体さんのプロフィールとか、まあ、どういうプロジェクトにこのまで関わってきたのかとか、まあ、どういう方と関係性があってどういう実績とか専門性があるのかみたいなところが分かった上でじゃあこういうことができるかもしれないとかじゃあこういうことはお願いしにくいかもしれないみたいな逆に、まあ、判断ができると思います。えっとまあ、3つ目の議事録ですが、えっとまあ、どうしても 文字起こしというか発言を大事にしたいがゆえに文字起こし的な議事録になってしまうところもあのよくある起こり得ると思うんですけれどもプロジェクトの進捗とか今どういう状態にあるのかっていうのが一見してわかるような議事録を作ることが大事なので、まあ、何が決定していて何が進行中で何が急ぎでやらなきゃいけなくて誰が やらななきゃいけないけのかみたいなところがパッとあの事業のステータスがあの参加した人も参加してない人も分かるような事業を作るっていうことがあの大事かなと思いますなんか会議で集まった時に「あれ今日何の話するんだっけ?」ってこうみんなならないために多分アジェンダがあってまあより深く議論するために何か資料 があってで、まあ、そこで話したことをまたみんなで確認するためになんか議事録があるっていうのでうん,、うん、なんかこうやっぱりアートプロジェクトいろんな人関わるからそういう人たちと物事を進めていくためのうん、うん、結構重要なななツールになってくるのかなそうです、ね、やっぱり議事録だったり次第あのアジェンダがしっかりしてるとそれをもとにまた企画書とかのいろいろ進行表作りやすかったりとかすると思うので。 最初に何話すかっていうのを多分アジェンダでスタートすることもあると思うんですけど、うん、多分2回目以降の会議になると前回の話なんだっけっていうのを、うん、まあ議事録で確認した後にじゃあ今日はこの話だねみたいな形で、うん、なんかこう議事録がこう0番目の,あのものになってくるみたいな形でうん、うん、これはなんかその場で3つ必要なんだけど結構ぐるぐる回っていくというか。 やればやるほど、こう使えるものになっていく、うん。まあ、それが企画書にこう使えたりっていうことでもあるのかな。そうですね、うん。なんかアートプロジェクトの現場って、こうイベントでおそらく表で見えてくるものよりも、圧倒的にやっぱこの会議の。 現場の方が実際のところはその関わってる人にとっては時間を一番割いていたり会うタイミングが多かったりするもんだと思うのでなんかこういうツールを使うことで実際そこは外には見えないんだけど実は一番こうプロジェクトを豊かにしていく場にもなってくるのかなとはまあ会議っていうのは、うんうん。法法人人運営みたいな手で言うとやっぱ記事録がその,法人の、うん 社会的な責任を果たたすすももののだったりもするのでやっぱり事業においてもあの、まあ、運営に必要なツールでもあるんですけどその社法人とか事業としてあのアーカイブというか責任を果たしていくみたいなところでもちゃんとそういうものをしっかり整えていくっていうのは大事かなと思います。